レールシムとは、おかずが開発、公開しているフリーウェアの 3D 鉄道シミュレーターで、ある。2010年8月にオープンソース化された。3D 空間上に自由に、レイアウトを作成し、干渉することを目的とした鉄道シミュレーターとして、開発された。電車で Go にある本格的な運転要素や A 列車で、移行シリーズのような経営要素はなく、線路、車両、 建造物等の配置によって景観を構築することに主眼が置かれている。これらの設置物はプラグインにより追加することが可能となっているほか、3D モデリングと構文の知識があればユーザーの手によって自作することも可能となっている。プラグインは多くのユーザーによって作成され、インターネット上で公開されるようになった。また、 開発者のおかず自身もユーザー向けの支援ツールを制作している。開発者とユーザーの間、およびユーザー同士の交流も盛んに行われ、ウェブサイトや電子掲示板、SNS を通じたコミュニティが拡大することとなった。2003年11月16日初版リリース。以降、数々の更新を経て、新機能の追加と不具合の修正が行われた。 バージョン 1XX シリーズの最終版は2006年11月16日リリースの1.42で、その後のバージョンアップは後日のレールシム2へ移行した。2007年3月24日に公開。ソースコードが1から書き直されており、プラグインを含めた各種機能が大幅に拡張された。旧バージョン向けのプラグインも一部を除き互換性が確保されている。 K ビルドが開発、配布している独自拡張版。60fps か64ビートス対応等の本体機能強化及びプラグインの使用拡張が施されている。プラグインの拡張使用のために対応定義ファイルの優先読み込み機能も備える。新バージョンリリースは基本的に祝日に行われるが、緊急性のあるものはこの限りでない。 最新版は2021年7月14日リリースの21714版である。ありがとうございます。